自由民主党の派閥。ここでは日本における自由民主党の派閥について記述、説明する。かつては派閥内の結束があり、夏は氷代、冬は持ち台などと称して、所属議員に資金を援助する派閥も存在し、新人議員は陣ヶ佐議員として各派閥に入り、当選回数、職歴を重ね、派閥の意向を組みつつ、政治活動に励んでいた。 当時の中選挙区制における自由民主党は各選挙区で複数の候補者を擁立していたが同一選挙区で同じ派閥に所属する候補者が複数立つことはほぼなかった同一選挙区における自由民主党の候補者は保守層の票を奪い合うこともあり極めて険悪な関係にあったかつては正解で一番仲が悪いものは同一選挙区における 自由民主党の議員同士とも言われた。55年体制、特に1970年代末から1990年代初頭においては、自由民主党の派閥は5大派閥に修練されていた。当時の中選挙区制における最大定数が5であったことから、デュベルジェの法則により、候補者も修練されていったためである。第44回衆議院選挙の後では、新人議員、 小泉チルドレンが派閥入会することを小泉純一郎総裁が禁じ、新人議員研修会を開いて党が教育すると述べた。しかし、本来はどの組織にも属さないはずの無派閥議員が新人議員研修会という形、83回で組織的なまとまりを帯び出し、マスコミからは小泉派か、と評された。そして、 一年後には半数近くの新人議員が派閥入会するに至っている。自由民主党内における派閥の役職は、概ね次のようになっている。かつての派閥会長であった人などがつく、文字通りの名誉職。一方で、ベテラン政治家あるいは、会長の相談役として、派閥内外に影響力を発揮する場合もある。石原派で置かれた最高顧問や麻う派で置かれた。 顧問もこれと似た性質であった。派閥のトップ。一般に会長には影響力があるものの、前任者より地位を引き継いだ会長はそれほどの力を持たないこともある。政治資金やポストの圧線などで支援を期待されるため、それをできない場合は、前をし三郎のように地位を追われることもある。会長格に相当する人物の故障である領収や、親父もこれと似た性質であった。 派閥の幹部、会長人事への異論が無視できない場合、旧太平派、旧加名派には、小賀派などのように暫定的な性格を強調する意味で、会長の代わりに用意される。町村派で置かれた代表世話人もこれと似た性質であった。派閥のナンバー2で、運営の中枢を担うポスト、会合の世話役となるポスト、普段は名誉職であるものの、派閥のトップが欠けた場合、 不上することもある。麻生派で置かれた会長代理もこれと似た性質であった。名誉職の意味合いがあるベテラン政治家によるポスト、派閥の資金管理や障害などの実務を担当する、通要なポスト、テレビ、新聞などのマスコミにおける派閥の故障は各派の会長職にある議員の名字から通称で派と呼ばれる。この通称については、 報道機関各社独自の判断で決定されており、場合によっては各社において違った呼び方をすることもあるため、主要派閥を派、派閥、小派閥をグループ、派閥横断型連合を政策集団と呼んで区別することがい,い一方で2006年以降はグループの故障を派に統一する報道機関が多くなった。派内に次期会長職を引き継ぐ者がいない場合は、 前会長における名字の前に、旧をつけて、旧派と呼ばれる。他に、自由民主党則で定められているわけではないものの、内閣総理大臣や自由民主党執行部についたものは、その在任期間は派閥を離脱することが慣例となっており、その間は、派閥の最高幹部に、会長各ポストを預けることが多い。この場合は、復帰を視野に入れ、派閥における、 故障の変更は行われない。会長職から離れる例が短期間に止まる場合も、同様である。以下に例を挙げる。ただし、高村正彦の副総裁就任により、高村派から大島派に変更された、例、伊吹文明の衆議院議長就任により、伊吹派から二階派に変更された、例、大島忠盛の衆議院議長就任により、大島派から三党派変更された例では、 会長への復帰はなされないものと考えられており、派閥故障は変更されている。なお、河野派会長の河野洋平が衆議院議長に就任した例では、衆議院議員を引退していた、相沢秀幸が座長のままで派閥を取り仕切り、会長は、以前、河野洋平のままだったほか、麻生派会長の麻生太郎が総裁に就任した例では、中馬後期が座長のままで派閥を取り仕切り、 会長は、以前、麻生太郎のままだった。在任期間を終えてもそのまま派閥に復帰しなかった、例としては、小泉純一郎総裁、石場茂政調会長、谷垣定一総裁などが挙げられる。特殊な例としては、田中派が挙げられる。田中角栄は1976年に、ロッキード事件で逮捕されて自由民主党を離党し、田中派も脱会した。 田中角栄自身は田中派の会長に就任したことはなく、派閥発足時から西村栄一が会長を逮捕後も西村栄一二階堂進むが派閥会長を務めたものの、マスコミにおける故障は田中派だった。実際は派閥議員への政治資金や派閥運営の全権を田中角栄が担っており、会長格に相当する人物であることが明らかだったためである。 一方で、田中派が1987年に竹下派と二階堂派に分裂した例では、二階堂側が引き続き木曜クラブ、田中派の正式名称を名乗っていたものの、マスコミでは、分裂を境に二階堂グループ、旧田中派階堂グループなどと呼ぶようになった。もっとも、この時期、田中角栄は、脳皇族の後遺症によりほとんど政治活動をしていなかった。派閥の続は、 村である。研究者によっては、自由民主党を一つの政党ではなく、派閥と呼ばれる政党が複数集まった、長期連立政権との見方をとる場合もある。ここで言及されている、連立政権とは、政治において、政策や主張に共通点のある政党が集まって、統一された政策の形成を図り、政策の実現に向けて、政権の担当を目標とする活動において、 議会のの交流における、るる。コミュニケーションの場としてて働いている組織である自由民主党を政党イコール派閥の集合体とみなせば、連立政権と政党における違いが見出せなくなり、政党内に存在する派閥は、連立政権を構成する政党と同様の働きをすると言える。なお、自由民主党則には派閥の規定はない。派閥政治は、 連立政権と同等であり、自由民主党に多様性をもたらす。これにより幾多の政治変動にも対応できる広大な支持基盤を持った政党が誕生した。価値観の多様化が進む現代社会では、政党性も支持基盤の多様化に合わせて多党化しないと問題が生じ、消党乱立に至らざるを得ない。その時でも実効性のある政権を運営するのに、 連立政権イコール派閥政治の経験は大きく役立つだろう。派閥同士の関係は険悪であったものの、日本社会党が野党であり続けることを選択した状況の中で政治の緊張感を維持し、公明党も含めて与党であり続けた側面がある。派閥解消が要求された時期には、勉強会や新人議員における教育機関としての役割も無視できず、 政策集団という建前で実質的に派閥の維持が図られた。派閥政治は政党政治の観点から批判されることがある。派閥領収は政治資金やポストの圧線などで支援を期待され、資金の不足しがちな若手議員や入閣的礼期の中堅議員は派閥領収の意向に大きく右される。これにより総裁の判断を無視した派閥領収の意向が 影響力を持つことが多々あり、長老支配、密室政治、近県政治の原因となってきた。核副戦争に代表される派閥構想が各派閥の行きがかり、怨念を主題に争われ、政策課題が二の次となることもあった。派閥政治は時折有効な政治ができなくなる恐れがある。派閥力学の影響で内閣総理大臣や自由民主党執行部に、 就任することとなり、適任とは言えない人が大きな役職を得る恐れがある。政党間の政権交代を民主政治のあるべき姿とみなす立場からは、派閥間の政権以上が議事政権交代であり、政党間の政権交代を阻害するとして問題視する傾向もある。小選挙区比例代表並立制は、本来に大政党制による、 政権交代を前提とした制度であるため、保護連合構想により思想使いが結成されたものの、政治の安定に向けて、一大政党制や三大政党制のようなに、大統制に代わる体制を構築すべきとする勢力も、あり、連立政権運営に長けた自由民主党内で、志公会が結成された。戦後、保守陣営は離合集散を繰り返しながら、激しく争ったものの、 最終的に保守本流の旧自由党と保守防流の旧民主党による保守暴動を1955年12月を経て自由民主党が結成された。これは社会党裁統一を経た革新陣営に対抗する必要があり仕掛け人である三木武義も10年持てばと言ったように回答、分裂が十分にあり得た。将来に備えて旧党派の基盤、 人的結合を温存しようと、旧自由党、旧民主党やそれ以前の人脈をベースに、経歴、心情、政策などにおいて比較的近い議員が集まることで、形成されたのが自由民主党派閥におけるルーツである。そして、1956年12月の総裁選挙をきっかけに8派閥、通称は八個士団であるものの、石橋派は他派より規模が小さかったため、7個。 団一段一個旅団と呼ばれたこともあったが組織され、やがて後大派閥、東海会計の福田派、木曜研究会計の田中派、高知会計の太平派、春秋会計の中曽根派、政策研究会計の三木派に収束していった、三角大福もしくは、三角大福中も参照。各派閥の系列における特徴としては、高灰色のある東海会計と鳩灰色のある木曜、 研究会系が伝統的な二大勢力となっている。ただし、東華会系も財政出動による景気拡大を推進してきた過去をつなど多彩な特徴がある。なお、いずれも、鳩山一郎、吉田茂という源流をそれぞれ軸に発足しているものの二系列を完成させたと言える岸信介、佐藤栄作は実の兄弟である。高知会系は、 区下集団による名門であるものの、要所要所では、潤滑油的な働きをした影の薄い役回りとなっている。春秋会計は、巨頭体制を施行してきた歴史があり、政策研究会計は、独自路線を施行してきた歴史がある。小派閥の理合集参が必要以上に繰り返された理由は、春秋会計の河野一郎、中曽根康弘、渡辺道夫などといった面々の指示。 支持をめぐりみな自由民主党内優泳が求められたためである。保守本流と保守防流の区別は意味をなさなくなっており、各派閥の系列、党下会計、木曜研究会計、高知会計、春秋会計、政策研究会計で捉え方が自由民主党の実態に即している。罰は断絶、割りつ、は、正式名称は現存する通称である。 また、足田派、大麻派、北村派、広川派などの小派閥も存在した。さらに、砂田茂正、茅谷沖則、一万田直人なども派閥形成を試みている。1970年代には田中派と福田派による拡幅戦争が繰り広げられ、田中派が勢力を持つこととなり、調整や根回しなどの人身掌握術により何度も、 自派閥議員の総裁就任を格索した田中派の政治手法に藩が集まって行き打破しようという目的で若手議員により政覧会が結成された。また、河野洋平による政治工学研究所、小坂徳三郎による新風政治研究会、中川一郎による自由革新同友会、石原慎太郎による黎明の会、竹村正義による ユートピア政治研究会83回にところ属する小泉チルドレを支援した竹別とによる新しい風などの聖集団はそのまま代表者を領収とする派閥に発展する可能性を持っており石破茂によるサーラビ会と山本雄二によるのぞみと石破茂を用途する山本雄二による無派閥連絡会が母体になって石破派が結成されたさらに 春秋会計から離反した議員を中心に、日本の心が設立された。決闘以来、派閥の弊害が指摘されており、1963年10月の三木闘神により、穏やかな派閥解消が成立するか注目されたものの、当時の池田隼人総裁は自由民主党史上、初めてとなる試みを受け流し格好となり、結局派閥解消には至らなかった。その後、 1977年3月の福田武夫、総裁下と1994年の河野洋平、総裁下での野党時代に派閥解消は行われ、各派が派閥の看板を下ろし、マスコミでも旧派の通称に統一された。しかし、実質的には派閥は連綿と存続しており、派閥活動が公然と行われて、総裁選挙に影響を与えた。脱派閥を訴えた。 小泉純一郎も実際には喫水の派閥政治家だとする評価があり、出身派閥の森派を厚く食し、長年対立関係にあった橋本派を礼遇した。しかし、自由民主党内における派閥は本来中選挙区制を前提にできており、現在の小選挙区比例代表並立制では必ずしも機能していない。一方で、小選挙区比例代表並立制においては、 党執行部や選挙の顔である総裁の役割が拡大し、派閥は徐々に変質しつつあるとも言われる。第45回衆議院選挙では自由民主党が大幅に議席を減らしたため、派閥そのものが衰退する可能性もあり、実際に各派閥で大会者が相次いだ。2009年に高村派を退会して望みを立ち上げた山本雄二は、 派閥が昼食を食べるサロンになったと批判した。2010年になってからは、新党結成や公認争いをめぐって離党者に、歯止めがかからず、派閥の大会にもつながっている。鳩山国を、藤井隆を、小池正勝らの離党によって、どの派閥にも属さない、無派閥議員の人数が33人と、ぬかが派を抜いて、自由民主党内の第二勢力となった。 2011年には無派閥の議員が48人となり自由民主党内の第一勢力となる。自由民主党内における派閥は戦前の議会活動から保守合同に至る過程で形成された思想的、政策的、党派的、人的な利害関係により結ばれた集団を背景に1956年12月の総裁選挙で組織された8派閥が原型とされる。 特に、新安保発行と、国民皆、保険制度成立を下支えした、岸信介内閣が総辞職し、池田隼人総裁が誕生した際には、対立が鮮明になり、派閥の変が急速に進んだ。総裁の座をめぐる、権力闘争により離合集散は繰り返され、中選局制に対応できない、小派閥は、淘汰されてゆき、1970年代後半には5、 大派閥に収束した。五大派閥に至る時代には、国務大臣を経験した自由民主党内実力者が、派閥領収についており、総裁の座を争った。特に、三木武雄内閣下で発覚した、ロッキード事件では、田中角栄との三角代理戦争における影響も、あり、派閥の争いは、熾烈を極めた。1 9八十年の大平正義総裁去を受けた。 後継総裁に派閥領収でない鈴木善光が話し合いで選出され、決闘を依頼初となる異例事態に至り、選出後に太平派を継承し、領収となる総主流派体制を敷いて古代派閥による争いの沈静化に努めることになった。また、竹下登内閣下で発覚したリクルート事件では、総裁をはじめ派閥領収を含む自由民主党内実力者たが、 のきなみ事件に関わっていたことから、1989年に、再び派閥領収でない中曽根派の宇野宗介総裁が誕生し、宇野内閣崩壊後には川本派の回復都市記総裁が続いた。さらに、自由民主党がゲイアした1993年に、宮沢派の河野洋平総裁、1995年に、小渕派の橋本龍太郎総裁が誕生するに至り、総裁の座は、 派閥領収が競うものから選挙における顔としての価値に重きが枯れるものへと変貌した。この間に参議院議員を重視した竹下登がほぼ全派閥から支持を集めるようになり、長期にわたる形成会支配とその後に続く清和会支配の実現に至った。そして、中選挙区制から小選挙区比例代表並立制へと変わり、 候補者選定過程で自由民主党本部の存在価値が高まった。このことにより総裁の座を争うための集団からポスト、獲得ご助組織へと派閥を受ける存在目的の変質が見て取れるように会長総裁分離が進行している。他に、伝統と創造の会、稲田智美会長、最高日本、あきら代表、木更議会、菅義偉顧問、有林会、 無派閥有志の会など、無派閥議員間での連携を模索する政策集団が様々な形態で見られる。また、第2次、安倍内閣では保守系上党派議員連盟、政党を横断型連合として、創生、日本、安倍晋三会長に参加する議員を多く、登用されている。さらに、青年局が主として、無派閥の一年生議員向けに主催する勉強会も開かれており、 かつての派閥が果たした役割は分担されている。これらの政策集団には、派閥と重複して参加している議員もいる。派閥には、一長一短があり、教訓として生かされている。一覧から見て、取れるように、第46回衆議院選挙で自由民主党が対象したことにより、議員数が飛躍的に増加し、派閥の内実に大きな変化が生じた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。